GNU ホジェは、ウェブサーバからコンテンツを取得するダウンローダであり、GNU プロジェクトの一部である。その名称は、ワールドワイドウェブとプログラムの主要な機能である、データ取得を意味する英語の、GET から派生したものである。現在、ホジェはウェブ閲覧のために用いられる TCP、IP に基づいた最もポピュラーなプロトコルである、HTTP。 HTTPS よび FTP によるダウンロードが利用可能である。ホジェの特徴としては、再帰的、ダウンロード、ローカルに取得した HTML をオフラインで閲覧するためのリンクの変換、プロキシのサポートその他数多くの機能を上げることができる。ホジェは1996年に Web の人気の急拡大と気を一にして登場した。 その結果多くのユニックスユーザーに用いられるようになり、ほとんどの主要な Linux ディストリビューションと共に配布されるようになった。移植性の高い C 言語によって書かれているため、ホジェは、いずれのユニックス系システムにも容易にインストールできる。また MacOS、Windows、OpenBums よび Amigos を含む多くの環境に移植されている。ホジは、 GNOME デスクトップにおける GUAJE や KDE デスクトップにおけるク u j e のような GUI プログラムの基礎として用いられている。HOJE はフリーソフトウェアである。HOJE は低速あるいは不安定なネットワーク接続でも確実に動作するように設計されている。もしダウンロードがネットワークの問題によって完了しなかった場合、HOJE は 自動的にダウンロードが停止した箇所からダウンロードを継続するように試み、ファイル全体が取得されるまで、これを繰り返す。ホジェは、この機能を利用するため、当時としては新しかったレンジハットップヘッダーを、最も早期に採用したクライアントの一つとなった。ホジェをクローラとして動作させることも可能である。クローラとして動作するとき、ホジェは、 リソースのハイパーリンクを HTML のウェブページから抽出し、それらを連続してダウンロードし、ユーザーによって指定された最大繰り返しの回数に達するまで再帰的に繰り返す。ダウンロードされたページはリモートのサーバーのディレクトリ構成に類似したディレクトリ構成に保存される。この再帰的ダウンロードは HTTP によるウェブサイトの部分的もしくは 完全なミラーリングを可能にする。ホジェはダウンロードされた HTML ページ内のリンクをオフラインでの閲覧のためローカルにダウンロードされた素材に向けられるよう調整することもできる。この種のウェブサイトの自動的ミラーリングを行うときにはホジェはロボッツエクスクルージョンスタンダードを遵守する。再帰的ダウンロードは FTP でも同様に動作する。その際、 ホジェはダウンロード対象となるファイルを発見するためにリストコマンドを発行する。そしてトップの URL で指定されたものより位のファイルとディレクトリに関してこのプロセスを繰り返す。FTP の URL のダウンロードが要求された場合にはシェル類似のワイルドカードが利用できる。HTTP を用いる場合でも FTP を用いる場合でも 再帰的ダウンロードを行う際には、ホジ助にローカルおよびリモートのファイルのタイムスタンプを調べ、リモートファイルが相当する、ローカルファイルより新しい場合にのみダウンロードを行うように命令することができる。これにより HTTP および FTP サイトの容易なミラーリングが可能になるが、これはルシンクのように最初からミラーリングを行うために設計されたプログラムに比べ、 非効率で、より、エラーを生じやすいと考えられている。一方で、ホジャは、この作業のために、特別なサーバー側のソフトウェアを必要としないという、利点もある。ホジャは、非対話的なプログラムである。つまり、一度起動すれば、ホジャは、ユーザーとの対話を必要とせず t をコントロールする、必要もなく、進捗状況は別のファイルに記録しておくことも、 できるということである。そういった、非対話的な形でユーザーは、ホジェを起動し、プログラムを監視することもせずログアウトすることができる。対照的に、ほとんどのグラフィカルユーザーインターフェースあるいは、テキストユーザーインターフェースのウェブブラウザは、ユーザーが、ログインし続けることと、失敗したダウンロードを手動で再度スタートすることを、求める。 これは大量のデータを転送する際には大きな障害となり得る。ホジェはサードパーティーのライブラリーに対する依存性を最小限にした C 言語の移植性の高いスタイルで記述されている。ホジェには C 言語コンパイラと TCPIP ネットワーキングに対する BSD ライクなインターフェースの他にはほとんど必要なものはない。ホジェは ユニックスシェルから呼び出されるユニックスプログラムとして設計されたため多くのユニックス系環境やシステムに移植されている。それは Windows よび MacOS などを含んでいる。URL を引数にしてホジェをコマンドラインから呼ぶのが典型的な使い方である。より複雑な使い方として複数の URL を階層を保ったままディレクトリに自動的にダウンロードする。 というのもある。GNU ホジェは、ハーボインエニキシックによって書かれた。彼の他ダン・ハークレス、イアン・アボット、マウロ・トータン・イージーなど多くの人々がホジェに寄稿している。主要な寄稿者たちは配布物に含まれる、オーサーズファイルにクレジットされている。その他多くの人々は配布物に含まれる、チェンジログに記載されている。現在、ホジェは、 ジュゼッペ・スクリバノによってメンテナンスされている。ホジェの著作権はフリーソフトウェア財団に所属する。GNU ソフトウェアに対する重要な機構すべてに対して著作権上等を要求するというのがフリーソフトウェア財団のポリシーである。ホジェは同じ作者による以前のプログラムゲッタールの後継である。ゲッタールの開発は1995年後半に始まった。 ところが、作者は、以前ジェームズ・バートンが、アミガ用に、レクスで書いた、ゲッタールというプログラムがあることに気づいた。その後、名称は、ホジェに改められた。ホジェは1990年代半ばに、利用可能であった、ウェブダウンロードソフトウェアの感激を埋めるものだった。HTTP と FTP の両方のプロトコルで、確実に、 ファイルをダウンロードできるプログラムは一つもなかった。当時存在したプログラムは FTP のみ利用可能だったかパールで書かれたものだった。ホジェは当時すでにあったプログラムの機能に刺激を受けてはいた。ものの、このプロジェクトの目標は HTTP と FTP の両方を利用可能にすることとユーザーがどのユニックスシステムにもある標準的な開発ツールのみを用いて ホジェをビルドできるようにすることだった。当時多くのユニックスユーザーは、極端に遅い大学とダイヤルアップ接続のインターネット接続に苦しんでいた。このため、操作する人間が補助しなくとも、一過性のネットワーク障害に対処できるダウンロードエージェントに対するニーズが増大していた。以下に挙げるリリースは、ホジェの開発において、重要な節目となるものである。 それぞれのリリースに隣接して掲載している機能は簡潔さを旨として編集されており当該リリースに関するモーラ的情報ではないそのような情報はホジェと共に配布されているニュースファイルに掲載されているホジェの開発はオープンな流儀で行われているほとんどの設計上の決定は通常は ユーザーと開発者が参加する公開のメーリングリストで行われている。バグリポートとパッチも同じメーリングリストに流される。ホジェのコードやドキュメンテーションを投稿する際に好まれる方法はディフユーティリティによって生成されるテキストのパッチの形でソースを更新することである。パッチをホジェに含めようとする場合はメーリングリストに投稿されメンテナーによってレビューされる。 メンテナの検査を通過したパッチはソースに加えられる。パッチの作り方とスタイルのガイドラインは、プロジェクトのウィキに概略が示されている。ソースコードは、リリース1.5.3に始まる、海底の歴史を保存する、リモートバージョンコントロールリポジトリで追跡することができる。リポジトリはマーキュリアルで管理されている。以前はサブバージョン、さらにその前は、 CVS で管理されていた。開発中に十分な数の機能あるいはバグフィックスが集積した時に、ホジャは GNU の FTP サイト及びそのミラーサイトを通じて一般に公開される。プロジェクトは完全にボランティアによって運営されているので、リリースを発表することについて外部からの圧力はなく、強制力のあるリリースの締め切りもない。リリースにはメジャー。 マイナー。リビジョンという形式でバージョンナンバーが振られている。ホジェ1.11、ホジェ1.82。メジャーバージョンナンバーが増加されるのは大きなそして場合によっては非互換となるようなホジェの動作の変更あるいはコードベースの根本的な再設計がある場合である。マイナーバージョンナンバーが増加されるのは新しい機能の追加とバグフィックスを示す場合である。 新しいリビジョンは、その前のリビジョンに比較して、バグフィックスのみが含まれていることを示している。リビジョンゼロは省略される。つまり、ホジェ1.11は1.110と同じことである。GNU ホジェは、GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン3以降の元で、オープンルライブラリにリンクされたバイナリの配布を許可するという特別な例外をつけて配布されている。 例外規定は、以下の通りである。Additional Permission under &GNU GPL v e r ョン3セクション7 If you modify this program or any covered work by linking or combining it with the o p e n e project S o p e n e library containing parts covered by the terms of the o p e n o r a r e licensees the free software foundation grants you additional. permission to convey the resulting work corresponding source for a non source form of such a combination s h a l l include the source code for the parts of opener used as well as that of the covered work hojah がニュートルズライブラリーにリンクできるように改良された際にはこの例外規定が削除されることが期待されている h o j a のドキュメンテーションは テクシンフォリファレンスマニュアルの形態で GNU フリードキュメンテーションライセンスバージョン1.2以降の条件で配布されている。通常ユニックスライクなシステムで配布されている。マンページはテクシンフォマニュアルのサブセットから自動的に生成され同じライセンスが適用される。補助は GNU ゲテキストによる国際化に対応している。ユニックスライクなシステムでは 環境変数を適切に設定することで母語を表示させることができる。ホジェ -1.12 では日本語を含め30以上の言語に対応している。ありがとうございます。